しい、かわいしい。だいぶ夜も遅くなってきましたが、寝れないまだ。なんで？ベッドがないから。え？何が起こってる？え？ちょっと皆様おはようございます。ただいまの時刻、朝7時50分。今日はなんと、7がなんと、かぼせちゃん発表してください。もうね、ソファーの中があって、見て、このクッションでくつろぐ2人。家の中すごいことになってるから、紹介してくれる？はい。ダンボールの山。ダンボールのフィギュアです。ダンボールの山。もうすぐ黒猫さん来るんだけど、大問題が発生です。親父が寝てる。よし、じゃあ親父を落としに行こう。バーンと行っちゃっていいよ。ちなみにマスターベッドルームのベッドがないの。そんなので今ゲームで多分痛いよ。せーの。おひら引っ越したよパパ。あきらパパ起きてないの。パパだけだよ。もうパホ製の寝顔は取れなかったから、今回はパパの寝顔だけでふーっとやりますよ。やめてください。マットレスを片付けなきゃいけないんだよね。これを片付けなきゃいけないから、せいちゃんの部屋も今から隠れたのが見えたぞぜ。カホ、せいちゃんいなくなった。何やってんの、せいちゃん。ポポ起きた？起きた。どうするか、この人。パパ、なんで起きてって言ったの？起きてない。起きる、起きるか。もう諦めない。Let's go! Today, that's the final try. カホセイちゃん、3階に来てますよ。見てください、これ。すごくない？ぐるぐる巻きにされてんの。見て、ほら。カホセイちゃん。こっちもぬいぐるみだって。切ってみよう。ぬいぐるみの量多いってきっとびっくりされたことだと思いますよ。ただママとパパを褒めて全部持ってきますよ。 One hour later。 今ね、ここが来てくれて、物運び出して、先生さんは YouTube を見てた。荷物まとめたんで、もう先に新居に行きますよ。 OK？ 運んで。で、頑張れ頑張れ、行くんだ、頑張れ。トラックでかい。セミリも。はい、じゃあ先に新居に移動しますよ。イエーイ。じゃあお別れして家に。バイバイ。さい。あとでちらっと戻ってくるけどね。バイバイ。お世話になったね、この家にはよ。何それ、おじいさん。いやいや。じゃあいい思い出を一つ。それはサンタの曲撮ったよね。ね。クリスマスソング撮ったね。カホがやめてそれ言うの。あとお化け屋敷やったでしょ。お化け屋敷やったね。ほら、いろいろあるよ。もし十分だよ。はい、さっきカホが止まっちゃいましたよね。はい。あのカードがフルになって変えなきゃいけないんだけど、カードがどこにあるか分かんないっていう SD カードが。探してる間になんと家具が動きます。なんでか
っていうと、動画編集するときに黒のソファーだと同化することが多くて白に見ました。イエーイ。ただし白汚さないように頼みますよ皆さん。これ汚れそうサイズカットくそっ。ニコロになろうとするじゃん。これね、なんで2台買ったかっていうと、4人だから片側ずつ4人女チーム&男チームよ。どうぞ。女バーキス男よ。あなたは男なのか。いや、見てて。これは本当にいいわ。じゃあちょっと2人はお昼寝したらここで。やだ、寝れないもん。見てよ、パパお昼寝したい。最近性の攻撃力が増してる。でも動けない。うおら。危ない。あ、放水をつけた。よし、じゃあママ仕事してきます。Many hours later. 荷物の搬入終わりましたよ。いや、もう疲れたよ、これ。でも、ほぼ引っ越しするんだけど。まあ、荷物を全部置いてってくれたから。まあ、明日から。私は、そうですね。まあ、今日は休ませてもらった分。ちょっとね、向こうの家、チェックしに行かなきゃいけない。前の家着きましたよ。じゃあ、思い出のガラージ。チェック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 。今ちょっと最後の思い出のあるんだから。どの辺に思い出がありますか、このガラージ。このガラージはね、あんまり覚えてないです。なんだよ。寝たい。最後じゃあ、カホが最後に、さようなら。バイバイ。バイバイ。そしたら家の中見に行きましょうか。なんでないよ。これは何もない。綺麗さっぱり。うわ。貼ってあるシール全部剥がしてってください。これとかほら、はい、うわー、ないな、もうすごいね。いちか、お前のお尻にちょっとやめてよ。やめてほしいんだけど。オーケー、オーケーだね。じゃあお別れ言って、この部屋に。バイバイ。サホちゃんの部屋。うるさい、パパ。ハマってるしみたい。うるさい。うるさい。うるさい。みんな上上がって。せいちゃんはベッドは着てるけどマットレスがない。かほちゃんはマットレスはあるけどベッドがない。全然寝れる状態じゃないよ。誰もこれ
マッセちゃんのところから行くから、バットレスが来るまでここで寝てもらう。おお、せラッキー言うじゃん。いらっしゃい。はい、カワセ、これやって。おい、寝れねえぞ。おい、ガー動け、寝れねえぞ。早く、早く寝れねえぞ。そう。そしては一上がり。じゃあ次、カホの部屋行こう。パパ、これ箱動かしてくれてないじゃん。この箱動かさなきゃって言ってたよね。はい。おいおい。なんでパパそんなテンション高いの。ついていけないよね、もうこんな夜遅く。オッケー、そしたらこのマット開けましょう。テン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 、立派な。あ、重いって。頭がこっちだって。もうパパいいよ。疲れてんのか。怒られた。あ、これ気持ちいい。いいシーツを買いました。普通じゃん。OK というわけで、今日これで寝床ができたんで、どうにか必殺完了ということでいいかな。せーの。